ユーゴスラビアのユーロビジョンソングコンテストでは、ユーゴスラビアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ユーゴスラビアはユーロビジョンソングコンテストに合計27回参加した。初参加は1961年であり、以降、不参加であった1977年から1980年まで、百八十九年大会ではユーゴスラビアは優勝を果たし、 翌年の1990年大会を主催している。共産ユーゴスラビア時代は、ユーロビジョンソングコンテストに1961年大会で初出場した。ユーゴスラビア代表を選ぶ国内選考は、ユーゴスラビア国営放送によって開かれた。国内選考は、ユーゴビジアと呼ばれ、ユーゴスラビアのそれぞれの構成体の公営放送によって、 各国で開催されるコンテストから選ばれた連邦各国の代表によって行われる。ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国営放送。クロアチア社会主義共和国は、クロアチア国営放送。マケドニア社会主義共和国は、マケドニア国営放送。モンテネグロ社会主義共和国は、モンテネグロ国営放送。セルビア社会主義共和国は、 セルビア国営放送、スロベニア社会主義共和国は、スロベニア国営放送によって代表が選ばれる。また、公正共和国とほぼ同等の地位を持つ、自治州からも代表が選ばれ、コソボ社会主義自治州からは、コソボ州営放送、ボイボディナ社会主義自治州からは、ボイボディナ州営放送によって代表が選ばれる。第1回の選考に参加したのは、セルビア、スロベニア、 クロアチアの三国であり、その他の国や州はそれ以降の先行から参加した。ユーゴスラビアが存続した間に、六共和国と二自治州の合計八つの構成体の、うち五つの構成体からユーゴスラビア代表が選ばれた。ユーゴスラビア代表として、ユーロビジョンに参加歌手を送り出したのは、ボスニア・ヘルセゴビナ、クロアチア、モンテネグロ、セルビア、スロベニアの五国である。 一方で、マケドニア、コソボ、ボイボディナからは、ユーゴスラビア代表は出なかった。最も多くのユーゴスラビア代表を輩出したのは、クロアチアであり、26回の参加のうち13回は、クロアチアから代表が選ばれている。1977年から1980年、並びに1985年はユーゴスラビアは、ユーロビジョンには参加しなかった。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国は1989年大会リバの6区目でユーロビジョン優勝を果たした。これによって翌年のユーロビジョンの主催権を獲得し1990年大会はクロアチアのザグレブで行われた。1991年のユーゴスラビア解体に伴って連邦の一部を成していたスロベニア、クロアチア、マケドニア共和国は 独立を宣言した。これによって、三国は、ベオグラードで開かれるユーゴビジアからも撤退した。1992年のユーゴビジアには、セルビア、モンテネグロの他ボスニア・ヘルツェゴビナからも参加した。ボスニア・ヘルツェゴビナはこの年の3月1日に、独立を宣言したものの、4月6日まで、国際社会からの承認は得られていなかった。ボスニアから参加したアルマ・チャルジッチは、 あとに、オスニア・ヘルツェゴビナ代表として1994年大会と1997年大会に、それぞれ、スタニー・クライメネと、グッバイで参加した。4月28日、連邦に止まっていたセルビア共和国と、モンテネグロ共和国により、新しく、ユーゴスラビア連邦共和国が結成された。セルビアから参加したエクストラ・ネナの、ルビームテ・ペスママが、 新生ユーゴスラビア代表として選ばれ、5月9日に行われたユーロビジョンソングコンテスト1992に参加した。ユーゴスラビア解体後、セルビアとモンテネクロを除く構成共和国はそれぞれ独立国となった。各国の放送局も故障を変えてそれぞれ欧州放送連合に加盟し、それぞれ個別にユーロビジョンに参加した。 新しく独立した国々の成果も様々であった。クロアチアは1990年代に大きな成功を収めた一方、セルビア・モンテネグロやボスニア・ヘルツェゴビナは2000年代に入ってから好成績を残している。2008年までの時点で、マケドニア共和国は一度も10位以内に入ることはできなかった。2004年大会では、セルビア・モンテネグロ代表のジェリコ・ヨクシモビッチは2位と、 なった。2007年大会からは、セルビアとモンテネグロはそれぞれ独立して個別に大会に参加し、モンテネグロは順位以内に入らなかった一方、セルビア代表のマリア・シェディホビッチは優勝を果たした。以下のユーゴスラビア代表は、ユーゴビジアによって選出される。1978年から1980年までと1985年は、 国内の理由により不参加となった。背景が、金色はユーロビジョンで優勝、赤色は再開を表す。ユーゴスラビアから高得点を送られた国々、ユーゴスラビアに高得点を送った国々、出展、1961年にユーロビジョンに参加して以来、ユーゴスラビアは5回、大会への参加を見送っている。 1977年大会から1980年大会までユーゴスラビアは不参加であった。また、1985年大会にも国家の祝日のために参加を見送った。ありがとうございます。